ビアの路線バスビアメトロポリタントランジットはアメリカ合衆国のテキサス州サンアントニオのバス事業者サンアントニオトランジットシステムの後継として1977年に設立1978年3月にサービス開始現在に至るまでサンアントニオ唯一の公共交通機関である91のバス路線を サンアントニオ地区に展開する。利用者は年間約3600万人。営業開始時は初乗り運賃が0.25ドルであったが燃料費高騰などにより数度にわたる値上げが行われている。全車ディーゼルエンジンでオートマチックトランスミッションでありノンステップ式である。前面に2台分の自転車ラックが付いていて追加料金なしで利用できる。方向幕は マグサイン式と LED 式が混在する。高速道路走行時には、時速 100km 近くの速度で走行する。フリークエントサービス路線は、約20から30分おきが程度で、それ以外は30分から1時間おき程度である。前乗り、後ろ振りで、運賃は先払い。現金かパスのみが使用でき、また両替はできない。乗り換え券は、 黄色の薄い紙であり、次のバスに乗車の際に運転手に見せる。有効時間は2時間以内。サンアントニオ地区を広くカバーしているが、サンアントニオ国際空港から発着する定期路線についてはわずか1路線しかないため、空港アクセスの課題になっている。2012年に一部路線で機関バスを導入する予定である。ありがとうございます。